毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。難破船が僕の住みかさ。どっちさめにいじめられるけど、そんな父ちゃそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げびっくりしてた。ぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんは。今夜はね、泳ぎたい焼きくんございました。さて、今日もね、YouTube でライブ配信したいと思います。いつも、ああ、疲れた。1時15分間、すごいすごい。2021年、もう6月だね、早いもんだ。2021年6月の1日、火曜深夜。爆笑問題かな。もう始まってんね。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、人もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない町に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。
隣を横目で覗き、自分の道を確かめる。また一つずるくなった。当分照れ笑いが続く。汚いところですが、暇があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです。一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。はい、こんばんは。今夜はね、春夏秋冬を歌いました。2021年6月の2日、あ、6月の1日、火曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。どうも、はい。皆さんこんばんはね。ありがとうございます、そこにね。じゃあ、今日はね、まあ、同じラーメン、ラーメンとか、即席麺。日清のね、これいこうか、太麺のやつ。激辛ラーメン。爆裂辛麺。じゃあ、これを食べようか。肉と野菜炒めて、それで入れるやつね、これね。じゃあ、これ。じゃあ、これ食べますね。じゃあ、炒めてこようかな。今夜はこちらね。爆裂辛麺。まずいいかな。遅いかな。早く作ってこよう。肉、野菜を炒めて、そこに入れて、麺を入れて。こんばんは。あ、グッズさんどうもね、今夜これね、当面のやつ。じゃあこれ、じゃあ。これ120円ぐらいかな ?120 円ぐらい。麺が 95g だからね、普通の即席麺が多いからな、これ。120円ぐらいね。じゃあこれね、食べる。作ってくるね。あ、お願い。
できたらあと5分ぐらいか。麺入れてきた。あ、どうもね。今麺入れてきた。こちら今肉と野菜炒めて水沸騰させて。こちらムンムンさんどうもね。今日はね太麺ラーメンね。うん、スープ入れとくんだこれね。日清の爆裂辛麺ってやつね。あ、こんにちは。そうね、辛麺そう。これはね、これは、日清のこれはね、一緒にいないんだよね。丼に入れとくんだよね。汁ごと入れてね、これね。ほんと辛そうな色だね。やっぱね、激辛だねって、こんな色ね。こんな色ね。煮てます。こんにちはね。うん、これうまいね。今日は鶏皮とキャベツ炒めた。鶏皮とキャベツ炒めて、そこにお湯入れて沸騰させて。うん、楽しみだ。あ、今煮てる麺入れて。これ太麺で麺だよ、これ。辛ラーメンこっちの方が僕が好き。辛ラーメンあれ麺が細くてね、あれ。こっちの方がいいや、うん。ああ、いい香りだ。うわ、すごい。唐辛子を入れる最初少し。こんな感じで全部少しだけあると思うんですか。今夜はね、ホッピー飲もうかな、ホッピー。今夜は黒ホッピー飲もうか。黒ホッピー。いつもの焼酎。黒ホッピー。焼酎のホッピー割り飲もうか。どうも、こんにちは。たくさんどうもね。じゃあ、焼酎のホッピー割り。これ半分ぐらいに 100cc ぐらいが適当にね。2回に分けて。こんぐらいか、こんぐらいかね。うん、これでもう一回、あともう一回分ね。増えるよ。うん、これでこれ一本ね。乾杯。たくさんどうもね。エリーちゃん人形、ああ、使ってますよ、どうもね。2回に分けてこれ。2回に分けて、もう一本ホッピー飲むから、もう一本。もう一本ホッピー飲むからね。うん。いつもそうしてください。これ安いんだって。こういうのっていろんなメーカーで、中小メーカーだからね、これね。群馬県のマイナーメーカーだから、だから安いんだろうね。これ120、これで
120円ぐらいだからね、これ、スーパーで。だから安いんだよ、これ。トップメーカーじゃないからさ。もういいから、ちょっと見てる。ちょっと見てくる。ラーメンの方。5分ぐらい経ったと思うんで。入れようか。爆裂辛麺でこれね。キャベツと鶏皮炒めた今日はね。キャベツと鶏皮、この鍋で最初に鶏皮食べて炒めて、お湯加えて、そして麺入れて、また煮て。辛ラーメンとの違いはさ、これ辛ラーメンはスープも一緒に煮るんだけどね、スープは煮ないんだよね、これね、混ぜるだけね。ああ、うまそう。鶏皮がうまそう。じゃあこれでいい感じだ。具沢山ラーメン、はい、こんな感じね。キャベツね、キャベツはこれで全部だね。はい、どうもね。これが甘いんだよ。うまそう。鶏皮つまみながら飲もうか。鶏皮をつまみながら。ああ、鶏皮が好きだね、僕はね。鶏皮が好きで。まあ、もうプリプリ感がいいんだよね。この太麺もうまいんだよ、これ太麺。このお兄ちんのこれ即席麺でこの太麺入り目で見たからね、気に入っちゃってね、これね。太麺がね、じゃないよ、鈴木さんどうも。サバカンさんどうも。鶏皮アップいきましょうか。鶏皮、鶏皮です。
ほんと気にしよう。麺は95g だからさ、一般的な札幌一番よりはちょっと多少多めね。札幌一番は麺90だから、5g ぐらい多い。麺の袋か、鶏かラーメンよ、キャベツと鶏か、麺の袋、こんなやつね。爆裂辛麺ね、爆裂こういうやつ、日清のこういうやつね、爆裂辛麺。辛ラーメンに似てるけどさ、辛ラーメンよりも麺がずっと太いからね、分かった、袋。辛ラーメンに似てるけど、あれより麺が。結構ずっと全然違うからね。麺の太さがね。まい。鶏皮。そうね。セブンイレブンを置いてる、結構置いてる可能性ある。日清だからさ。コンビニのセブンイレブンってあれ結構日清の扱ってからね、結構置いてあるかもしれない。この間食べた、この間初めて気に入ったのこの麺の太さ。即席麺にして高かったけどさ、でもこの麺ならいいかなと思ってね。この麺の太さが僕は気に入った、太麺でね。スーパーで見てよく売ってるよ。これ駅前のあれはいつもワイズマートの普通の売り場で。ワイズマートは定番で売ってます、これね。ワイズマートってこの辺にあるスーパーによくね。ワイズマート結構この辺ずいぶんあるね。ほとんど各駅に。この太麺と、鶏からね、これね。ほんと食べ応えあっていいよ、これ。キャベツと鶏皮炒めて、お湯入れて。そうね、あ、二郎か。僕の言って大勝軒をイメージする。僕に大勝軒が好きだからさ。大勝軒も結構あそこ太いんだよね、大勝軒もね。5分で、ね、これは一緒あれ、辛ラーメンとしてあれも5分ぐらい煮るでしょ、あれ辛ラーメンも。5分ぐらい煮るの、これも。5分。あ、太い分ね、これね。そうね、このすげえ絶対辛くて。今度山で食おうかなと思って、山で。山で食ってみると思う。山のテント場でさ、これもいいかなと思って。これやるときは、ラージメスティンがいいだろうな、ラージメスティン。君はね、これ、スープの方に入れた。足したやあれ、最初の見てた。最初見てた人わかると思うけど、一番最初、丼に入れた。それで、これ、麺を入れたんでね。あ、うまいね。辛いよ。ほんと辛いです、ほんと。いや、もう一本行こうか。2杯目ホッピー。残りの半分入れて。焼酎のホッピー割りです。じゃ持ってきますね、もう一本。
じゃあもう一本持ってくるね。乾杯。ご飯は今日食べてないんだね。うん。ああ。もういいになっちゃいそうでしょうね。この麺がいいよな。鶏皮ね。早くならない、大丈夫よ。あの女の子ね、かんかわいいね、うん、好きよ。若い子はみんなかわいいね。若い子は。とにかく。辛い。これいいよ、ね、電気芯の爆裂辛麺。爆裂辛麺か。太麺っていうのは嬉しいね、これね。辛ラーメンに似てるけど、辛ラーメンよりも麺の太さが全然違うからね。うん、辛ラーメンの方がさ、シェアはあるみたいで、あんま見ないね。うん、でもこっちの、でも辛ラーメンよりもこっちの方が好き。日清のこっちの方が。でも実際は辛ラーメンの方がよく見るけどね、しょうがないね。こっちの方が好きなんだけどね。辛ラーメン、うん、今、あっちの方が先行。今、辛い麺ではさ、今さ、キャラメル時代はキャラメルでもあったよね、なんか辛麺がね。なんだっけ。宮崎辛麺とかね。あれも悩んでるけど、どうしようかなって。今、辛麺って流行ってんのかな、あれね。スーパーで見たことある人いるかな、あれ。あれ、キャラメルであるよね。辛麺ってやつ。あれはほんと、見たから普通のラーメンっぽくて辛いやつみたいなあれね。ありがとうね。酒井かわいいじゃん、酒井、ザーズの酒井泉ちゃん。かわいいね、あの子ね。キーパー姿がかわいい、似合うんだよな、あの女の子ね。最高、ね、太麺が好きなんで僕ね、そばも嫌いじゃないけどね、そば、うどんも、うどんの方が好きかもしれない、うん、太麺が好きなんで。そう、それはこれでしまう。ちょっと遅いからさ。うん、これでしまい。
遅かった、遅かったからな、スーパーの想像力も何もなかったよ、ほんと。何もなかった。やっぱ遅いと何もないね、スーパー想像力はね。全部売り切れだった。ちょっと。1時閉店のスーパーで0時半だったからな、言っても。何もなかった。いいよ、本当。この太麺たまんない。太麺がさ、癖なんだよね、これな。即席麺ないもんな、この太麺な。あ、でもあれ。あ、なんだっけ、コンビニでちょっと前だった、豚丼っていうのあったし、あれも日清かな、豚丼。黄色い箱でさ、箱入りの麺であれ。あれも太麺かもしれないね。豚丼とかいうラーメンね。あれ買ったことないけどね。大丈夫よ、うん。今週末、これ持ってもうかな、山に。これ食ってもいいね。ラージメスに持ってってさ、これで。山だからキャベツはやめて、玉ねぎ1個に、鶏皮湯がいたやつ持ってってもいいかもしんない。辛ラーメンもいいけど、辛ラーメンちょっと麺が細いんだよね、辛ラーメンはね、あれ。あれ、ほんと麺がね、辛ラーメン麺が細いんだ、あれ。悪くないよ。さすがにいいしんよね、よくわかってる。これ太麺を即席麺にしちゃうんだもんな。最初食った時はこの太麺でちょっと嬉しかった、これほんと。即席麺なのにこんな太麺なんていいねって思ってね。なかなかないもんな、即席麺でこの太麺はな。あ、チキンラーメンもいいけどね、あれはあれでうまい。まあ全然味が違うからね。あれは醤油ベースだからね。チキンラーメンだったら通常のメスティンでもいいかもしれないね、あれならね、通常メスティンでもね。でもやっぱり、ラージがいいかもしれない。具だくさんでやるんで、まあ、卵入れたり、野菜とか入れたら、やっぱ、まあ、ラージメスティンの方がいいね。即席麺の場合はさ、素で行くんだったらさ、通常のメスティンでもいいけど、具だくさんで行くと、やっぱり、ちょっと小さいと思うんで、ラージがいいかもしれない。何でもいいよ、好きなもんで。うちはホッピーがあったんでね。好みのもんで何でもいいんだ、飲み物は。これ汁が辛いんだ、これ汁がね。タバコはダメ、僕ね、美味しいと思わない、タバコは。タバコ吸わないからさ、食欲旺盛なのかもしれないね。タバコ吸わないからね。よく言うもんね、あれね。ダイエットでタバコ吸うっていう人。タバコ吸ってるとさ、そのせいでさ、味覚がおかしくなって、食欲が湧かないから。ダイエットで、たまに聞くようで、そういう人ね。ダイエットのためにタバコ吸ってるって。
今日はね、小松菜一袋買ってきたから、小松菜が冷蔵庫に入ってる。小松菜。明日は小松菜。ね。そうなんだ。よく言うよね。タバコやめたらご飯が美味しく感じるとか言ってさ。でもデブタレントの伊集院さんってタバコ吸ってんだ、あの人。あれが笑っちゃうだ、あれだ。あの人。伊集院光さんだ、あの人。あの体型だけどタバコ吸ってんだもんな。面白いなと思って。伊集院光さん。おお、辛いけどね、鶏皮の旨味が出てくる、結構うまいよね、これ。おお、湯気がや、さすが。そうか。ひき肉も捨て頃でいいよね、安くてね。ひき肉も安いからな。あれも安いもんね、ひき肉もね。鶏皮の。鶏皮の身に安いもんな、ひき肉。ひき肉でもよかったな、今日買ってくるの。今日は鶏皮買ったんだ。ね、ひき肉でもよかったね、値段的、価格的にはさ、鶏皮もひき肉もそんな変わんないもんな。いいと僕値段から入るからね。値段から考えたらね、鶏皮じゃなくてひき肉でもいい。でも、歯応え考えたら鶏皮いいよね、歯応え。あのプリプリ感ね。ひき肉はね、名前の通りひき肉だからさ、あんま、ね、食感があんまないからな。食感を考えたら鶏皮の方がね。鶏皮は厚く見せあんまないからね。まあ、なければひき肉で。これ、高橋さんのこれライブ配信ですよ。飲めなくてもいいんですよ、別に。別に。ただ、生存確認の一環だからさ。これで儲けようとは思ってませんので、ね。ヒカライブの頃から生存確認だから、ずっライブ、今 YouTube ライブ、生存確認の一環ってやってますんで。生存確認の一環としてやってますんで、だから続くんだよ。これで儲けようと思ったら続かないと思うよ、ほんとね。みんなは儲けようと思わないね。好きでやってますんで、僕は生存確認の一環だからさ、続くんです。これ大事。ね。生存確認の一環。その手出さない、そのいろんなもん。いろんなもん手出すと続かないからね。一個とは言わないから、なるべく少ないし、今、すごいよね。ラジオでも聞けると、ライブ配信いろんなのあるよね。いろんなのね。いろんなライブ配信あるけどさ、まあ、努力はそう手出さない方がいいよね。出すとさ、続かないから。面白くなくていいです、別に。そんなの、ただ生存確認なんで。つまんないと来なくていいからね。そうよ。エンタメじゃありませんから。ただの生存確認なんで面白くなくて結構です。
これ大事、これ大事。和彦さんのこの動画はエンタメでは、エンタメではありませんから、ただの生存確認なんてつまんない人は来なくていいよ。これ大事。どうもね。最後からの行こうか。これからの最後な。おお、行くね。行くね。僕がいい、これ辛ラーメンよりもこっちの方がいいな。でも実際は辛ラーメン食うのはさ、辛ラーメンの方がさ、売り場が多いから買いやすいんで、日清のこれ頑張ってほしいね。爆裂辛麺ね、これのさ、シール焼きそばも出たけどさ、本当これを頑張ってほしい。日清には辛ラーメンもこれ麺の太さも気に入ってるんで、これ太麺で新ラーメンももう、あれ、ずいぶん長いことやってっからさ、あれ、新ラーメンはさ、だから結構売り場あるけどさ、もう、麺の太さがこれ気に入ってるんでね、新ラーメンよりこっちの方がいい。どうもね、そらさんどうも。本当これ頑張ってほしいな、日清のこれ。今の辛ラーメン並みになってほしいね、売り場ね、うん。こっちの方がいいよ、この麺の太さ。爆裂辛麺、極太。辛ラーメンはね、うん。辛ラーメンは3食でよく328円だから、どこで、よく売ってるよね、3食で300いくらで、だから一緒かだけ、ね、まあ、ほぼ一緒かもしれない、値段は。うん、辛ラーメン。でも辛ラーメンの麺は普通のラーメンなんだよね、あれ。麺の太さ、ね、普通と変わんないんだよ。どう？関係ないです、別に。あげなくてよかったですね。よかった、よかった。うん。まあ、そんなの関係ありませんね。ただの生存確認なんで。つまんない人は来なくていいよ。うん。500入りまあ、3食入りの方が結構メジャーかもしれない。あれ、辛ラーメンってちょっと高めだからね。500入りもありますよ。両方ある。うん。辛ラーメンは普通のラーメンより高めなんでさ、3食入りの方が結構メジャーかもしれない。まあ、でもまあ、辛ラーメンも量多めのラーメンだからさ、ちょっと普通の即席麺より高めだからあれ。よく売ってるのが3食入って288円ぐらいね、あれ。だから、あれ買えば1食100円しないからな。でも僕、麺の太さでこっち取る、麺の太さで。爆裂辛麺、うん。この太麺が気に入ってるんだもん。辛ラーメンの方が安いけどさ。辛ラーメンの安いけど、あれ、辛ラーメンの麺って結局そんな普通のラーメンと変わんないからね、麺の太さ。これはね、110円だ、115円とかそのぐらいよ。これか、1本115円前後、店によって多少変わる。113円とか117円か、そんなもん。1本これで大体分かった、これ113円とか115円ぐらい。
ザードの。あ、ごめんなさい、鈴木さん。心を開いてわかんない。ごめんね。大勝軒の麺が好きな人が喜ぶのも大勝軒とか二郎があの辺二麺が好きな人ね。もう山岸さんがさ、生きてる時にね、東池袋の店でラーメン食って。何回も食ってますんで、それぐらい大勝軒を知ってますんで、やっぱり専門なくなったけど、あの人ね、大勝東池袋の、あの人が生前生きてる時からさ、ラーメン屋でね、厨房入ってるから、あそこラーメン食べてますんで、やっぱり結構な、すごい体験の人ね、あの人ね、だからね、大勝軒大好きなんで、僕は。マーキーさんがもう現役でバリバリ作ってる頃からラーメン屋行ってそこ大正軒行ってるからね。まあそれはただ僕、二郎系っていう大正軒でもこの大正軒。はい、おいしくいただきました。じゃあ今日はこの辺で終わろう。もう2時回っちゃった。じゃあ今日はこの辺で終わるね。おやすみなさい。ありがとうね。もう遅いからさ。じゃあ今夜の最後はこの歌で締めようか。今夜の最後は。いいかな？皆さんどうもありがとう。おやすみなさい。今夜の最後、締めるのはこの歌。最後。じゃあ、触れ合いでいこうか。悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時、そばにいて、肩を抱いてほしいと、慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから虚しさに悩む日はあの人を誘いたい一言も語らずに同じ歌歌おうと何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる人は皆一人では生きてゆけないものだから何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる人は皆一人では生きてゆけないものだから生きてゆけないものだから。
今日はこの辺でおやすみなさい。知ってませんよ、でもね。もうそれではまたね、明日ね。ありがとうね。うん、皆さんどうもね。うん。あ、おい。固まった？おります。いいかな？じゃあこれで終わりなさいね。またね。